から一度やっぱりやるという意思を示したら、ね、与党ならやるけど、野党ならやらないよというのはね、まあ、自分の中の考え方としてはあんまり潔くないんで、いや、いいですよと、野党でもやりますよと、自分がね、何もやらないでいて落選したというなら、これは恥ずかしいことですけれども、その時は私はやっぱり他の人のために一生懸命、回りましたから、だからこれ、別に落選したということはね。さあ始まりました選挙 .com チャンネル、私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日も昨日に引き続きましてスペシャルゲストにお越しいただいております、立憲民主党海江田万里衆議院議員です。よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、ということで海江田さん、早速また次のテーマよろしくお願いします。またよいしょ。はい、何番でしょう。4番、はい、4番、党を立て直すってどれほど大変ですかと、うん、まあ、これは海田さん、なかなか2012年ですよね。海田さん当時の民主党が、はい、衆院選で大敗されて、はいはい、その後に代表選海田さん出られて、はい、まあ、まさに渦中の栗を拾うというか、はい、そういうような状況だったと思う。これ、はい、党代表就任をババ抜きと揶揄する人もいたっていうぐらいなんですけども、そうですかね、僕はジジイですけど、ね、これどうど当時どういう状況だったんですか。いや、まあ、これはね、本当に大変な、時期でしたね。で、私は実は代表選にはその前ですね、与党になった時も立候補したんですよ。そうですよね。で、はい、まあ、これは野田さんに最終的に決選投票で敗れましたけれども、だから一度やっぱりやるという意思を示したら、ね、与党ならやるけど、野党ならやらないよというのはね、まあ、自分の中の考え方としてはあんまり潔くないんで、いや、いいですよと、野党でもやりますよということ、もちろん熱心に進めてくれた人もいたんで、やったんですが、ただ想像してた以上に厳しかったですね。大変でしたね、はっきり言ってね。はい、当時その、まあ、やっぱり政権がまた変わって自民党になった時 の、 その、はいはい、党内の空気っていうのはどういう感じだったんですか。だからこれやっぱり野党になったわけですから、本当は野党になってもう一回その政権を取りに行くんだったらまとまらなきゃいけないんですけれども、これは私今でもその、セリフを覚えてますけど、はい、野党になったんだからね、言いたいこと言わなきゃね、意味がないと、だから自分はもう野党になったんだから、今までは与党だからいろいろ騙したけど、これから言いたいことを言うぞと、どんどん言うぞと、いう人がいましてね、まあ、それは確かにそうなんだけれども、ただやっぱりずっと万年野党でいるんならば言いたいことをどんどん言っていいですよね。だけど次にやっぱり、まあ、次の選挙は無理でもその次の次とか、ある程度やっぱり期間で、もう一回与党に返り咲こうと思うならば、やっぱりそんな自分が好き勝手に思い思いのことを言ってたらね、これはやっぱり取れないなと思って、やっぱりそういう発言する人がいたということは、まあ、私にとってはちょっと驚きだったし、これじゃなかなか大変だなということをね、最初に考えましたね。海田さんはやっぱり当時もう一度民主党が例えば政権を取るために、海田さんご自身は何がやっぱり重要だと思ってますか。一つはですね、やっぱり少し長期計画ですね、今衆議院任期4年ですけど、4年1回ではやっぱり無理ですから、なるほど、少なくとも10年ぐらいかけなきゃいけないなというふうに思いまして、そのため何をやるかということで、いろいろ当時も民主党の党の綱領というのはあったんですけれども、あんまり行き渡ってませんでしたから、もう一回みんなでね、綱領、つまり寄って立つとこはどこなのかと、誰のために働くのかということを決めようと言って、いろんな人、外部の人の意見も聞いていいのができたんですね。それをやることと、あともう一つは靴底べらし運動と言いましてね、これはね、実はちょっとある栃木県のね、信用金庫か信用組合かがね、破綻したんですよね、栃木じゃないか、まあ足利銀行ですね、まあ名前は分かってる、足利ですから、足利の、その足利銀行が再建するにあたって、何をスローガンにしたかといったら、全行員が靴底を減らしてね、でお客様のところに入っていかなきゃいけないということでやったんだ、これだと思いましてね、こっちも靴底を減らさなきゃね、なかなかもう一回政権に返り咲けないから、
靴底を減らそうということで、うんうん、私も全国本当にかなり、回りましたし、うん、それぞれもそれぞれの議員が自分の選挙区をかなり細かく、うん、回ってくれて、うんうんうん、まあ、一応それをやって、うん、で私が代表で選挙をやった時は決してその大きな前進ではなかったですけど、確か17ぐらい衆議院の議席増やしたんですよね、だからまあ決してその17増えたことで満足してるもんじゃありませんけれども、うん、だけどまずやっぱり第一歩はそういうことからやっていくしかないかなと、うん、ただその代わり自分が選挙に落ちちゃいましたけどね、これはね、これはもう全く不徳の致すところですけどね。いやいや当時私も覚えてますけども、ね、その野党、やっぱり第一党の党首が落選されたっていうのが、まあ、なかなかその過去を相当遡らないとないと、そうですね、どなたか昔の社会党の方がいらっしゃったということは確かですけど、ただ自分がね何もやらないでいて落選したって言うなら別にこれ恥ずかしいことですけれども、その時は私はやっぱり他の人のためにね一生懸命、回りましたから、だからこれ別に落選したってことはね、よく落選するっていうとすごくこうなんか、ね、はい、嫌で絶対自分から言わないと、はい、自分から言わないだけじゃなくてね、はい、今の鈴木さんみたいにね、鈴木さんの方が言われてもこっちは知らん顔してると、まあそういうやつも中にはいらっしゃいますね、中にはいるでしょ、ね、だからまあその気持ちもわかるけれど、だけど私はそんな恥ずかしいことじゃないからね、だから自分から言うんですよ、それはね、それは当時落選された時も、そういう思いだったんですか。まあ、そうですね、これはもうしょうがないやったんです。それはまた人数が少しでも減ってればまたね、これはね、またショックだったかもしれないけれど、まあなんとかね17名だったかな、18だったかそれくらいですけど、増えましたからね、だからまあただ増えてね、随分いろんなところへ応援に行きましたよ、その人当選しましたよ、だけど当選した後全然知らん顔する人もいましたけどね、あれはね、まあしょうがないかと、それちょっとこんちくしょうと思いますね、いや私だったら思っちゃうかもしれないですね、ミートゥーですよこのでも、まあ、ある意味こう野党第一党の党首までやられて、衆議院でも議席伸ばされて、でもご自身は落選してしまったと、これこっからもう一度じゃあ、衆議院議員になって政治をやろうっていう思いってどういう思いだったんですか。まあやっぱりネバーギブアップと言いますかね、まあ選挙も一種のこの勝ち負け必ずありますから、それが好きだって人もいるんですけどね、だからこれ勝つ時もあれば負ける時もあるんですよ、これは、だからまあたまたまいろんな意味で自分たちの訴えが有権者に届かなかったということですから、負けは負けで認めて、じゃあね今度新しいどういうこの党のね政策だとかね、やっぱりそれからどういう人たちに訴えるのかとか、それからあと訴え方だとかね、そういうことを考えなきゃいけないというふうに思いまして、まあだからかなり例えばちょうど私が代表の時はインターネット選挙というのをスタートしたんですよ、ただ、はい、あの時スタートしたけどその後全然前に進んでないですよ、本当は、これをやっぱりもう一回本当の意味でインターネット選挙やるんなら、運動だけじゃなくて、最終的にやっぱり投票もそうですよ、もちろん投票は成りすましだとかいろんな技術的な問題がありますから、すぐにというわけじゃないけど、やっぱりそういうことをね今度の今の立憲民主党の、泉さんもやっぱり考えて、やるのがいいんじゃないですかということをね時々話しますけどね、私こう、なんとなくですね、今日楓さんお話伺うまでは、やっぱりそれこそ東京一区ってものすごい激戦区で与野党は対立して、その中で楓さんは野党側でこう何度も勝っているからこそ、ものすごいやっぱ選挙というかその勝ちとかですね、対して思いが強いんじゃないかなって思ってたんですけど、そんなことないですよ、すごい達観されてるじゃないですか。いやこれもね、まあ、ある程度の年になったからかもしれないけど、そうだ、昔はもうちょっと違ったんですか。昔はやっぱり違ったもうちょっとギラギラっていうか、もうちょっとギラギラしてましたよ、だけどやっぱりねこれはねみんなそうなんですよ、勝つ時もあれば負ける時もまあもちろん個人の努力必要ですけど、個人の努力だけでね、まあ説明できないこともあるんですよ、よく勝ちに不思議の勝ちはあるけど負けに不思議の負けはないとか言いますけれども、負けにも不思議な負けはあるんですよ、これそうなんですね、
はあ、それでもそういう思い達観されてるような感じはしますけど、それでもやっぱりこう続けられて、うん、だからまあ、必要とされてるうちはというんですかね、うん、やっぱり加谷さんはもう一回最後政権取りたいですか。いやそれは私じゃなくてもいいけれども、やっぱり私たちと志を同じくする人たちがもう一回政権を取って、で民主党の時の3年3ヶ月の失敗を多く反芻して、そしてまあやっぱり3年3ヶ月と言わずに本当は10年ぐらいやると日本の政治というのは大きくいろんなね、例えば世襲の問題だとか、女性の数が少ないとかね、やっぱそういうもうこれ今のなんていうんですか、小手先の、改革というか、じゃあどうしようもできない問題があるじゃないですか、それをやっぱり10年ぐらいかけてやると実はそれができるんです、例えば女性の問題でもね、女性のもっと議員増やさなきゃいけないって言うけれども、これはずっとこれまで女性の議員が増えた時を見てますとね、何々チルドレンとかね、何々ブームとか、風が吹いた時は結構女性の議員の数が増えるんですよ、だけどその風がピタッと止んだ時にはまた元に戻っちゃうね、だから本当に女性の議員を増やそうと思ったらまず自治体議員増やすことなんですよ。私もアメリカに行ってアメリカ の、あの下院議員だとか、上院議員だとか、女性 の、 あの議員とも話したことも何度もあるんですけど、そういう人たちは大抵ね、州の議員だとか、市の議員、あるいはカウンティーなんていうね、郡っていうんですかね、そういうところで議員やって、そこから連邦議会の議員になったという、これしっかりしてるの足場が、だからその意味ではやっぱり10年ぐらい計画をして、でその間にまずやっぱり国会議員やる、市会議員やる、県会議員やる、都会議員やるとやって地盤を固めてって、あるいは政治的なね、ちゃんと訓練も受けてきて、そうした上で国会議員になるとそれは減らないんですよ、風で落ちたりしないから、それは絶対私は必要なことだと思ってるんですね、まあ、一過性のブームじゃなくて、やっぱりちゃんとこう10年計画でしっかりとこう基礎を作っていって構造を変えていくんだっていうことですね、だから今の立憲民主党でその意味では一つ、希望の光というのは、統一地方選挙でね、特に東京なんかじゃ随分女性の議員が増えましたから、この人たちがやっぱり力をつけて、そして10年ぐらい先にはね、ちゃんと国会議員になってもらうということができるとね、僕はいいな、変わっていくなというふうに思うんですね、最後に、このテーマでもう一つだけお伺いしたいんですけども、今ちょっとやっぱりこう野党の中と維新が勢いがあるんじゃないかって言われたりしますけど、加谷さんは維新はどう見てらっしゃいますか。これも確かに一つ の、 その有権者の中にある政治に対する不満を救い取っていることは確かです。これはそれが一つ の、 あの大きな支持基盤になります。ただ本当に野党第一党、ただ野党第一党なだけじゃなくて、それこそ政権交代を目指した野党第一党になるためには、やっぱりもう少し幅広くね、いろんなその有権者が抱えているその、問題もいろんな問題がありますから、そういう問題全体をこう組み上げていけるような政党になる必要があるんじゃないかなと見てますね。逆に言うとそこが立憲の強みとしてやっぱりあるじゃないですか。私はこれまでね、立憲その前の民主党から来た、ずっと流れがありますから、やっぱり残念ながらいわゆる個人商店ではダメなんですね、やっぱり、今総合商社ってのはあんまり流行らないけどね、流行らないってのはおかしいけどね、誰かが商社の株は買いだなっていうのは、そうですね、ワイヨットさんがありますけどね、だからやっぱり、デパートも今あんまり流行らないけど、ある程度はやっぱり国民のいろんなね、一人の人間もいろんな要求持ってるんですよね、だからそういうなるべく多くのね、やっぱり政治というのはできるだけ多くの国民のそのこうやってもらいたいというものを組み上げていく、組み上げてそれを現実のものにするというのが政治の一番の役割です。そのことためにはもう少し幅広くなる必要があるんじゃないかなというふうに思いますね、ありがとうございます、ということでじゃあ次のテーマいきたいと思います、またこちらのどうぞ、テーマは次の、よろしくお願いします。よいしょ。
はい、何番でしょう。8番。8番ですね。8番、時事ネタに一言ということですけれども、はい、ちょっとじゃあ早速なんですが、まあ、このコーナーですね、はい、いつもあの政治家の皆さんに、はい、最近の時事ネタについてちょっと一言いただくような、はい、テーマになってます、はいはい、まずこちらビッグモーターの不正請求問題ということで、はいはい、まあ、最近特にやっぱニュースに賑わせてますけど、ビッグモーターによる保険金の不正請求、うん、自動車保険のすべての契約者の保険料が割高になっている可能性があるということで、これ今のビッグモーターの問題どう見てらっしゃいますか。いや、これ本当にあの深刻な問題、で実はあの損害保険会社の問題でもあるんです、ね、だからまあ今金融庁がね、いろいろ調査をしてますけれど、単なるそのビッグモーターだけが悪いということではなし、もう筋根が深いものがありますから、うん、やっぱり今鈴木さんおっしゃったように、今度の問題は一番やっぱりみんなあの保険に入ってるわけですから、ね、これはそうですよね、自賠責だとかで入りますから、はい、私だって入ってますからね、その保険料が実は、こういうビッグモーターみたいな悪さがなければ、はいはい、もう少しこのランクがね低くて安かったものが高くなってるということで、これ一人一人がじゃあいくら、その意味では損害を被ってるのかってことは分かんないわけだけれども、うん、実はそういうそれだけ根深いものがありますから、だからこれはやっぱり今回のことをきっかけに、やっぱり金融庁しっかりしてね、ちゃんと損害保険会社損保のこれまでのね、保険料だとか、はいはいはい、そういうものが良かったのかどうなのかということをね、そこまで広げて、海立たないとなかなかと私は思いますね、はい、ちなみに加谷さん、もともと政治家になられる前は、先ほどその経済評論家としても活躍されてたってお話しされましたけど、保険なんかも結構扱ってる。詳しいですよ、はい、だから私は損害保険会社の労働組合あるんですよ、だからその人たちの議員の、一緒の勉強会なんかにも入ってますから、あ、そうです。だからただその話はこういう話があるということはこの前聞いてませんでしたから、あ、そうなんですね、私たちも気づいてませんでしたから、だからやっぱり今度、いずれそういう勉強会やるでしょうから、やっぱりドーナツさんだということを私は聞いてみるつもりでいますね、これはね、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いてこちらですね、風力発電会社社長秋元議員の賄賂だと認める方針ということで、これ先ほどのその、はい、ちょっとお名前あえて多分はい、おっしゃらなかったんですけども、はい、秋元さんが、はい、まさにそのちょっと今疑いをかけられている件で、はいはい、国会にその検察が入った時に、はい、その副議長の方にも一言あったっていうお話ありましたけども、この問題どうご覧になってますか。これはね、私は2つの問題で、はいはい、2つ の, 観点から怒ってるんですね、はいはい、ほうほうほう。一つはね、もちろん彼ははっきり言って自民党の中では珍しい、そのいわゆる自然エネルギーね、はいはいはい、再生可能エネルギーに力を入れた議員だったんです、だから今河野太郎大臣、はいはい、内閣入っちゃいましたから、はい、いろいろ言えません。そうですね、だからそれに代わって、彼が、懐刀じゃないけれども、一の子分でいろいろ言ってたんですよ、はいはい、だから私はその意味では彼注目してたんですよ、はいはいはい、ね、この再エネを自民党の立場から推進する議員だったわけですね。そう、はい、なかなかね、自民党の中にも骨のあるやつがいるなと思ってたんだけれども、実はその裏にね、こういうことがあったというんで、やっぱり私はまず怒ってますね。だから政策的にはむしろ立憲民主党とかがその推進するその再エネと近い思いを持ってらっしゃる。だからそれは別にお金なんかもらわなくて、自分で信念として言い続けてればよかったわけですよ、はい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 、だからあるいはその風力の発電の会社の方が目をつけていろいろこう働きかけやったのかもしれませんよ、それは分からない、ね、だからもともと最初からそのこういう増収はやろうと思って風力を言ってたんだとは思いたくないし、そうではないと思うんだけれども、やっぱりそれに乗ってしまってなんだということに、ね、なったということが一つ。なるほど。あともう一つはね、私はね、競馬好きなんですよ、はいはい、これは、はい、ただそんな馬主になったりとかね、もっとね、競馬にもいろんなそのやり方がありますよ、はいはい、これ私の親父が競馬大好きでね、はい、その影響もあるんですけど、健全なやっぱり公営、ギャンブルだと私は思います、はい、だけどそれには買い方があるんで、はい、ね、あんなね、何百万とかね、
じゃなしに500円とかね、100円でもね、買えますからね。だからそういう健全なその競馬を、まあ彼が馬主になって組合作って、そこに誰かが知恵つけたんでしょうね、これはね。まあ、一種の賄賂を、まあ、その 会社の社長が認めたわけだから、ね、だから認めたわけだから、これはやっぱ賄賂なんで、賄賂のその汚れた、そのお金を競馬でもってね、まあ、一種マネロンみたいなもんですよ、これはね。そんなけしからんと、もっと健全にね。いや、そう、競馬を愛してる彼さんからすると、ね、余計こけしからんですね。まあ、ただこれ2番目ですからね。一番先です、ね、まあ、それは間違いない。そう、ね、順番はね、そこはね、間違いないでいただきたいんですけどね、はい、これでも最後にこう一言いただきたいんですけども、やっぱりこういうその政治と金の問題ってこうたまにこう出てくるじゃないですか、はいはい、これまあなかなかこうなくならないと。これ、うん、なんかなくす方法ってあるんですかね。うん、これはね、いろんな、まあ、これまでも工夫してね、政党助成金なんかも実はそうだったんですね、小選挙区制もね、そういうことをだったんですけれどもね、なかなかそうも実際いかないんで、やっぱり選挙 その期間中はそんなにお金がかかんないんですよね、はいはいはい、やっぱり そのずっととにかくそこの準備する過程でいろんなやっぱりお金がかかるんですね。だから本当はちょっとこれ最近そういう議論も出てますけれども、やっぱり勝手にというか恣意的に内閣総理大臣が恣意的にね、はい、自分に都合のいい時に解散を打つなんていうとね、はいはいはい、とよく衆議院は常在戦場で、ね、はいはいはい、1年中やっぱりこの選挙のための活動をしてしなきゃいけない、ここにお金がかかりますから、やっぱりある程度そういうこの任期をね、決まってるんだから、4年で決まってるんだから、うん、勝手な都合で解散しないというような、うん、できないようなね、うん、これイギリスで一回法律作ったんですけど、はい、またそれも今ちょっとダメになっちゃってるん で、 なかなかいい方法はないんだけど、もう少し落ち着いて、うん、政策についての議論ができるとかね、うん、そういうね、ことを考えなきゃいけないと思いますね。なるほど、ありがとうございます、はい、ということで本日はここまでとなります。また明日もですね、楓田さんにご出演をいただきますので、皆さんぜひご視聴いただければと思います。高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方お寄せいただければと思います。本日もありがとうございました。与謝野さんとの戦いはどうでしたか。いやいや、よく川中島の戦いと言われましてね、上杉謙信と武田信玄、もうそんな感じでしたね、本当に。本当にそんな感じで、頑張って受け止められたりして、ね、性的だなと思ってた議員が一人立憲民主とかいなくなりましたからね、それはちょっとぜひもうお話聞きたいですけど、別にあんまり話することはありませんけれども、ただ今 そのテーマは、ここでお知らせです。選挙 .com ではネット選挙解禁10周年を記念して、8月にネット選挙フォーラム2023を開催します。10年を振り返り次を予測するをテーマに、国会議員やネット上の選挙政治活動を研究する学識有識者、選挙関連ビジネス企業、選挙プランナーなどの著名人をお招きし、さまざまな角度からネット選挙の道のりと現在地、そしてこれからの展望や乗り越えるべき課題について議論します。選挙の現場を熟知する現職議員や選挙研究のトップランナーが語る、ここでしか聞けないトークが満載。参加費は無料となっておりますので、お気軽にご参加ください。松田さんにも登壇していただきますので、よろしくお願いいたします。そうなんですよね、もう10年かと思ってね、はい、2013年とかね、はい、もう昨日のことのように思い出しますけど、10年経ってね、はい、いろいろ変わりましたよ、本当に。いやだからね、いい振り返りだと思いますよ。やっぱこれだけ、はい、この10年の間でね、ネット選挙を参考にする人の割合ってずっと増えてますしね、はい、そうですね。いやこれでも無料でいいんですね、これだから申し込めるのかな、はい、無料で、はい、どなたでも来ていただけますし、はい、ただし申し込みがいるって、これは概要欄、はい、概要欄に、はい、概要欄に書いております。またぜひぜひオンライン参加も受け付けておりますので、ぜひ、ね、どしどしご気軽に。全部で9つのテーマ、はい、セッションでやってまして、はい、はい、私も多分1日会場にいると思いますので、はい、見かけたらぜひ声をかけてください。はい。